おや？何やら見かけないゲームですね。今回から何やるつもりなのよ。実は今回からこのチャンネル初の FF9 をやっていこうかなと。まあ水曜日なのでいつものように縛りプレイでいこうかと思っています。今回の FF9 企画のルールは以上の通り。簡単にお伝えすると、初期装備でどこまで物語進められるのか大検証。アビリティ、魔法などすべて初期装備で覚えるもののみとなります。アイテムは特に制限はありません。そしてもちろんレベル上げ自体はやって OK です。以上のルールでガチの初期装備で物語どこまでいけるのか大検証。もう絶対に無理だというところまで来たら、時短には坊主になってもらいます。時短さん理不尽すぎるでしょ。結構イケメンで若い女の子から人気あるんですよ。それでは早速物語を始めていきましょうか。イケメンすぎるだろ。まずはオープニングから。この嵐の中で公開している二人がこの物語で重要シーン。でもなんでこんな嵐の夜にわざわざ。え？一日でも早く海賊王になりたくてどうしても我慢できずに海に飛び出したらこんなことに。もう数日我慢しとけや。どうやらこの子の過去の記憶だったみたい。この子がこの物語のヒロイン、ガーネット姫。これをプレイしていた思春期の男の子たちは、このガーネット姫の王に釘付けになっていたという。当時釘付けだったやらしい諸君。正直に手を挙げなさい。先生怒らないから。それにしてもガーネット可愛いな。そしてこの物語の始まりとなるのがこのタンタラス団。彼らがこのガーネット姫のいるアレクサンドリアに来たことで物語が動き出す。とりあえずこの左にいるジタンがこの物語の主人公です。これより初期装備で全クリできるか大検証の開幕となります。まず最初のボス戦がこちらの謎の竜って言っていいのかわからんけど、まあこの時点で初期装備なのは当たり前なので問題ないでしょう。この戦闘ではまあ普通に攻撃してたら勝てます。とりあえず FF の戦闘システムは右にあるアクションゲージがマックスになれば行動できる。この FF9 は7と違ってマテリアとかはなくて、代わりにアビリティってのがある。それでいろんな技を覚えていったりするんだけど、今回はそれがほぼ使えない。だからほぼ技なしの打撃のみで勝ち進んでいかないとダメ。こいつらは盗賊だからこんな感じに盗むを最初から使えるのよね。まあこの戦闘はそんなに真面目に見せる必要もないでしょう。ここは最初にイベント戦闘で絶対に戦う相手なので強くはない。桃から生まれた桃太郎ならぬ、竜から生まれたヒゲ面のおっさんじゃないっすか。まあこの最初のイベント戦は初期装備で楽勝でした。で、ここからが本番。こいつら盗賊のタンタラス団は、これより劇団員としてアレクサンドリアの城下町に侵入して、佐々木戦会議中に寝るな。なんと先ほど出てきたガーネット姫をさらおうというもの。その作戦を今リーダーである爆風がみんなにしているところ。てかわざわざ城の模型とか人形を用意する必要あったの？バカ野郎。ただの作戦会議だからといって手を抜くんじゃなくて臨場感あふれる説明しようと努力してるのがわからんのか。で、全員が演劇を披露して注意を引きつけている間に、ジタンが誘拐してくるってことですね。その通り。その間に私たちがあのぶっといグラネ女王を片手に颯爽と会場を後にして、なわけねえだろ、あんなデブ片手で抱えられるか。ちゃんと選択しようぜよ、乗り突っ込みしちゃったじゃねえか。だからそうじゃなくてその間に私たちがあのぶっといグラネ女王を片手に颯爽と会場を後にして、だからなんかやらせんだよ、んなデブ片手で抱えられねえんだよ。私の脇どんだけ広いんだ、いい加減にしろ。で、結局何も決まんないまま城まで着きました。もうあとはぶっつけ本番でやるしかありません。で、ここからしばらく城下町での話が続きます。ここで出てくるのがこの後仲間になるビビ殿。でもこの城下町の話は今企画とはあんま関係ないから、軽くビビさんがどんな人なのか人となりがわかる感じでお見せします。こじきじゃねえかよ。そしてこじきたちはなんとかアレクサンドリアの城下町に来た演劇を見ることに成功。もちろんこの劇団こそがタンタラス団の連中です。いきなりそのスラドアップで見せんなや。ここまで見てくれた視聴者が離れるだろ。言うまでもなくこの女こそが、あのガーネット姫の母、ブラネ女王。は？これからこれが生まれたの？親は選べないんですよ。親ガチャ失敗です。いや女王の娘って時点でガチャには負けてないだろ、多分。そしてこのスタイナーの顔である。それではこの演劇をやっている間に、ついに本来の目的、ガーネット姫誘拐の任が行われます。そしてスタイナーさんのこの顔である。いや、その自信満々の顔に陰りが見えましたよ。でもなんでこんな楽しいひとときにこんな浮かない表情を。え？ SNS のタイムライン見たら同級生が同窓会してて自分誘われてなかったからショック受けたんでしょ。お前じゃねえんだよ。ガーネット姫はどう見ても野獣の部類です。そしてジタンたちはアレクサンドリア城内に潜入成功。これより兵士に扮して城内を駆け巡ります。駆け巡んな、忍。
やべ、兵士がこっちに来ますよ。気づかれないように隠れないと。もうこれセクハラ以外の何者でもないよな。このハイレグにする必要がどこにあったのか、誰の趣味なのか気になるところですね。それでは気を取り直して奥に進んでいきましょう。そしてここでついにジタンとガールのボーイミーツガーネット。ガールとガーネットが逆になってんぞ。このガールがガーネット姫ってことなんですね。その通り。このガーネット姫はある事情でお城の大切なものを盗んで逃走するところでした。アレクサンドリア城の決算報告書とかですかね。いや、もっとファンタジー的に大事なもんだよ。夢なさすぎるだろ。そしてガーネット姫がラグビー部顔負けのタックルで正面突破。これよりガーネット姫を追跡しなんとか捕まえて誘拐しないと。なんすかこのおじゃるどもは。この二人はおじゃる丸の慣れの果て。おじゃる丸がアニメ放送後仕事を失い、そのまま定職に就くこともなく生涯を全う。年金すら払ってなかったから老後ここでバイトしてるみたいですよ。なんで二人に分裂してんだよ。単細胞分裂の才能だけはあったみたいです。そしてスタイナーさんがガーネット姫を探していると、向こうでジタンさんがガーネット姫捕獲作戦を遂行中でした。ここで FF9 屈指の名ムービーシーンが流れます。ちょい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 、ガーネット姫さん、そんなところに立ったら危ないですよ。起きたらどうすんのよ。それにしても可愛いな、ここのシーンのガーネット。起きたそりゃスタイナーさんもこんな顔するわ。スマホの待ち受けにしたいレベル。そしてここで負けじとジタンさんも追跡。それにしてもすげえよな。命綱もなしであんなに楽しそうに姫が空中を浮遊するとは。若さとは恐ろしい。そして形は違えど、何気にアレクサンドリア城から劇場テイプリマビスタに姫を誘導に成功。そしてこの顔である。さっきからスタイナーさん美味しいところ持っていきすぎでしょ。姫を追いかけたスタイナーさんでしたが、そのまま壁にぶつかり帰らぬ人に。いや帰ってきますよ。そしてここでガーネット姫がジタンにその正体を明かし、城を出たい姫と、城から誘拐したいジタンの意見が合致し共闘へ。しかしここでしつこいスタイナーに追い回されて戦闘へ。まあこの時点で初期装備なのは当たり前なので負けることはないかと。いやスタイナーさんの攻撃えげつねえぞ。シナさんもう一撃でやられそうになってるじゃないですか。これ頑張ってここでスタイナーさんから盗んでるけど、よくよく考えたら初期装備でのクリアなので盗んでも無駄ですね。まあ盗んだ装備品などは後で売れるから無駄ではないか。このスタイナーとはこの後何度か戦うので早めに倒しておきたい。何気に今調べたけど、このスタイナーってボス扱いでも何でもなかったわ。だから普通に倒せるのが当たり前なのでここは飛ばしましょう。いや、もう飛ばさなくてもすぐに勝てますよ。てか FF9 の HP などの表示って画面の下にあるから。我々のセリフでゲージなんかが隠れちゃいますよね。てかシナさん普通にやられちゃったんすけど、これ実はスタイナーさん結構強いんじゃないの？まあでもここまで装備を変えることなんてまずないから普通に初期装備で戦うのが当たり前のはずですよ、まだ。スタイナーさんがこの技を使い出したということは勝ったということです。そしてスタイナーさんが必殺技を繰り出して、じゃあ隠し持ってたグリム氏が飛散した。そしてその混乱に乗じて逃げ出すも、まさかの舞台上に登場。もうこのまま演劇に参戦するしかねえ。スタイナーさんなんてもう何が何やら分かってないですよ。ここでガーネット姫とジタンは完全アドリブで演劇に参戦。そしてスタイナーは完全にアドリブで呆然。でもすげえよな。完全アドリブでここまで役をやりきるとは。いや、さっきまでアドリブに呆然と突っ立ってただけだったスタイナーさんがここに来てまさかの覚醒。この驚きようなんて迫真の演技としか。いやこいつただ天然だからガチでガーネット姫殺されたって思ってるだけだぞ。そしてついにガーネット姫誘拐に成功した盗賊団タンタラスがアレクサンドリア城脱出を開始。これ毎回やらないとダメなの？当然目の前でガーネット姫を誘拐されたアレクサンドリア側が黙っているはずもなく、プラネ女王がタンタラスの劇場艇プリマビスタを撃ち落とすべく動き出す。え、でも劇場艇プリマビスタにはガーネット姫乗ってるんでしょ。ガーネット姫まで死んじゃったらどうするつもりなんだろうね。それな、もう娘のことなんてどうでもいいんだろ。ちなみに今調べて衝撃受けたんだけど、プラネ女王って39歳らしいぞ。意外と若かった。もうこんだけ打ち込まれたらプリマビスタもひとたまりもねえだろ。てか引っ張られて前に進めなくなってくるからな。ほら、もうこのままだとアレクサンドリア城下町に墜落させられるのも時間の問題かと。いや城下町の方が大惨事になってるけどそれはええんか。そしてここでついにブラネ女王が最終手段実行へ。ここからこのアレクサンドリア脱出最後の戦闘が始まります。
この大砲から撃ち込まれてくるものこそ、これから我々が戦うことになる敵。それではいよいよ戦闘開始です。まあでもここまでもまだ初期装備であることはデメリットにはならないかと。この戦闘ではスタイナーさんも出てくるんだけど、どっちかといえば今の炎の弾丸よりもスタイナーさんと戦うって感じかも。こんな感じにスタイナーさんの後ろにさっきの敵がいて、それに気づかずにスタイナーさんがこちらに攻撃し続けてくるという完全に木村後ろ状態じゃないっすか。こんな感じに後ろの炎はだんだん大きくなってくるから、まあ最後はスタイナーさんも気づいてって感じになるんだけどね。ここでビビさんにファイア使ってもらおうか迷ったのよね。でもここで思ったのが、後ろの弾丸が炎属性っぽいから効かねえんじゃねえかって。でもよくよく考えたら、食らうのはスタイナーさんだから別に後ろのやつ関係ないわって気づいて今から使ってます。もうなんか後ろの炎のやつがスタイナーさんのスタンドみたいになってますよ。ちょっとビビさんが HP 危ないように見えますね。このままみんなでスタイナーのアホを引き入れればいいんだけど、もうさっきからガーネット姫含むみんなで志村後ろを状態がずっと続いています。やべえぞ、もういつ爆発してもおかしくないくらいまで膨れ上がってとんでもない大きさになってますよ。ちょっと意外とこの戦闘長いから早送りで飛ばしますね。この後もボリューム満点の内容なので。そして時間はかかりましたが、初期装備でこのスタイナーを一周、まあ初期装備で倒すのは当たり前なところだけど。そしてあのボムは破裂して劇場テープリマビスタを破壊。ジターニャガーネット姫はここまでかと思われましたが、バカなんだよその喜び方。しかし劇場テープリマビスタは不死鳥のごとく生存。ボロボロになりながらもなんとかアレクサンドリア城下町を脱出に成功したのでした。たまーえ、これ本当に大丈夫なの？両門の予想は当たっており、劇場艇は高度を保つことができなくなり、眼下に広がる霧の下へ。これより、この霧の下に広がる魔の森から脱出することに。え、派手に爆発してるけど本当に大丈夫なの？明らかにみんな無事じゃいられないでしょ。そうなのよね。ガーネット姫とビビさんは飛ばされてこの森の中で彷徨っているので、これからその二人を助けに行くことに。それではここからが今企画の本番となります。長いんだよ。本番に来るまで12分超えてるぞ。てかもう一生半分以上終わってるだろ。今企画は初期装備での全クリということで、今この時点で装備しているもののみ使用可能となります。FF9 では装備ごとにアビリティを習得できるのですが、今企画ではそのアビリティすらも初期装備のしょぼいものだけとなる。まずはこの最初のステージ、魔の森で時短のレベルを上げておきましょうか。とりあえずレベル3まで上げたので、この魔の森の先に進んでみます。まあここら辺はちょっと飛ばしますが、森の奥に行くとビビが捕まっていたので助けて。まだ森の中で囚われているガーネット姫を助けるために、時短が長年お世話になった盗賊団タンタラスを脱退。オーナー僕、長い間、クソお世話になりましたー。ちなみにこれから一緒に戦うスタイナーとビビの初期装備はこんな感じ。もちろんアビリティもろくなものがないという状態ですが、スタイナーは相手のタイプに応じてダメージが上がる、キラー系のアビリティを3つ覚えるのでまだマシな方。ビビさんなんて魔法系で装備から魔法を覚えないといけないのに、初期装備だとファイアだけだからな、覚えるの。FF9 はレベル上げで魔法を覚えるわけじゃないのよね。ということで初期装備のハンデを補うために、3人のレベル上げを結構、だいたいレベル6くらいまで上げておきました。そしてこの魔の森の奥でついにボス戦の開始。正確にはこのプラントブレインがこの FF9 の最初のボス戦となります。このプラントブレインは見たまんま植物系なので、ビビのファイアやスタイナーとの魔法剣が大活躍。プラントブレインの HP はなんとも中途半端な916。もちろん火属性が弱点なのでビビたちとの相性は悪くない。そしてここで大活躍するのがファイア剣。これはスタイナーとビビの魔法のコンボ技。こんな感じに一気に270ダメージを与えるので、HP900 くらいのプラントブレインからしたらひとたまりもない。しかもこれのいいところって、魔法剣使ってもスタイナーとビビの二人のターンを消費しないのよね。こんな感じにスタイナーの魔法剣とは別に、普通にビビも魔法で攻撃できるので二人で400以上のダメージとなる。でもこのサンダーとかちょっとまずいな。ダメージによっては一気にやられかねないから用心しないと。でもここで時短がタイミングよくトランス状態に。この状態になると数回大ダメージを与えられるようになるのでうまく活用しないと。でもこれ落とし穴があって、このトランス状態で HP が危なくなってアイテムなんか使っても、ゲージ消費しちゃうから注意が必要。今も時短がトランス状態前に入力しておいた打撃使いましたが、これでもトランス状態のゲージ消費しちゃいますからね。だいたい3回攻撃したらトランス状態が消えてしまいます。ここでやっと時短がフリーエナジーを使うチャンスが到来。そろそろこのプラントブレインを倒してほしいから、時短がかなりキーポイントになってくるはず。
果たしてこのフリーエナジーはどれくらい効くものなのか、スタイナーの魔法剣よりは効いてほしいんだけど。300以上効けば上等かと。で、ここで圧勝していたにもかかわらず、危なっかしいということでブランクの兄貴が参戦してきました。あれでしょ？目立ちたいからしゃあねえなって感じ装って入ってきただけでしょ。プラントブレインの HP は900ちょいだから、もうこのスタイナーの魔法剣で仕留めてもおかしくはない。仕留めてねえじゃねえかよ。もうこうなったらもう一度時短のフリーエナジーを叩き込んで一気に仕留めるしかねえ。時短のトランス状態のゲージ的に、あと一発が限界。リビさんその空気の読めなさがさすがっす。ここは楽勝で初期装備のみでこの魔の森を最後まで突破に成功しました。メカブランクさん前見えてんの？これ。しかし魔の森を脱出しようとするも、おもてなし精神旺盛な魔の森がまだ足りないと引き止めんの。ええよ、どんだけおもてなしに気合い入れてんだ。そこまで大勢で来られたら逃げ出すわ。このままこいつらに引き止められたら5ヶ月は歓迎され続け森から出られないと恐れた時短たちは、みんなで一斉に逃げ出すことに。でもここでブランクの兄貴が身代わりになってくれるんですよね。いやこいつただ単におもてなしされたかったけど、俺だけ自分から受けたら恥ずかしいから時短助けるふりして口実作ったんじゃ。なんとか時短たちは全員脱出するも。ブランクの兄貴は帰らぬ人に。いや勝手に殺すな。物語後半でまた帰ってきます。そして森を抜けた後、あの深い霧の上に出るために、今度はすぐ近くにある氷の洞窟へ向かいます。そしてこの氷の洞窟で二人目のボス戦へ突入。ここは他のメンバーが寒さで倒れたので時短一人で挑戦。このクロノワルツ1号は戦闘開始直後にシリオンを召喚してくるので、二人同時に相手しないといけない。それでは戦闘開始へ。攻撃手段はもう打撃くらいしかないので、時短には打撃を使ってもらって攻めていきます。このブリザードがどれくらい効くかでこのボス戦の難易度が一気に変わる。36とかなので全く脅威にならないレベルでしたね。初期装備だからちょっとだけ不安だったけど、これなら大丈夫。てか二人とも氷系の魔法使ってくるんか。まあダメージはさほどさっきと変わらんはずだから問題ないかと。時短のシリオンへのダメージは50くらいか。シリオンの HP は472だから結構時間かかりそうね。ちなみにこのシリオンって今ネットで調べたけど、こいつの MP9999 らしいよ。FF シリーズってこういう設定多いのかな。あ、こいつらこうなるんか。今やられましたが、先にシリオンを攻撃しちゃうとクロノワルツ1号が回復させてくるんよね。だから永久に倒せなくなっちゃうから、ここは先にクロノワルツ1号を攻撃して倒してからの方がいい。さっきの話の続きだけど、シリオンの MP9999 ってことは、ずっとこうやって魔法使わせまくったらいずれ MP 切れになるんかね。どうなんだろうね。ちなみにクロノワルツ1号の MP も9999らしいよ。ドラクエみたいに MP 無限じゃないってところが面白いよね。ということでちょっと時間がかかるので早送りで。クロノワルツ1号の HP は229しかないので、だいたい5回ほど攻撃すれば倒せるか。だんだんと時短の HP が低くなってきてますが、魔の森の時点でポーションをめっちゃ集めていたので。回復手段はまだ十分ある。で、ここでついにクロノワルツ1号を倒しました。ここまで問題だったのは、二人相手にしていたので回復が間に合うかというとこだったけど。シリオン一人になればもう楽勝で回復できますね。ポーションなんて150とか回復するから余裕で間に合う。初期装備だから、時短一人で挑むことになるこのボス戦は警戒してたけど。蓋を開けてみたらまだ序盤なので初期装備でも苦戦はしそうにないですね。まあ魔の森でレベル上げはしていたのでそれのおかげかもしれんけど。お、だんだんと時短のトランスゲージが溜まってきましたよ。もうちょっとしたらトランス状態になれるから一気に倒せるかも。と言ってる間にトランス状態に、でもすでに攻撃入力済みだから、このトランスゲージ1回分消費しちゃうという。てか時短の HP あと50しかないからポーションも使わないとやばいぞ。これトランス状態で攻撃する前にやることいっぱいあるからすぐなくなるんじゃ。もうこのすぐあとポーション使わないと全滅するからな。マジでフリーエナジー使うタイミング今回はないかも。やばいぞ、あと一発食らったら全滅しちゃう。ここで時短が先に動けないと負けが確定しますよ。あぶねー。なんとかあと一発で全滅というところで間に合いました。ここを乗り切ればもうなんとかなるでしょう。そして何気にギリギリで残ったトランスゲージ。あと一発分あるから今度こそフリーエナジーを最後叩き込んでおきたい。てか今回はタイミングが悪すぎたな。HP もかなり低かったから回復に回らないとダメだったし。なんとか時間はかかったけど、ついにシリオンとクロノワルツ1号討伐に成功。まあまだ物語2番目のボス戦なので初期装備でも問題ないですね。もし倒せなかったらレベル上げをしないとダメでしたが大丈夫でした。おじゃる丸は見た？そして氷の洞窟をとうとう抜けて霧の上へ出ました。そしてこれより、次なる村、ダリへ向かいます。
お、どうやら執拗に白いガーネット姫を連れ戻そうとするスタイナーを見かねて、ガーネット姫が何やらとんでもない提案を。おや、時短に持っていたナイフの名前を。ここがガーネット姫が城へ戻らない決意を、名前を解明するという形で見せるシーン。え、周りに姫だってバレないようにするためだけじゃないの？そんな大層なシーンでもないだろ。ここからガーネット姫はガーネットって名乗るのをやめて、普通の女の子として振る舞おうと頑張るのよね。その決意を踏みにじるな。いや、そりゃみんな戻すだろ。私なんてダガーのままにしたこと一回もねえぞ。いや、この姫のセリフ明らかにおかしいだろ。さっきまでのくだりなんだったんだよ。ボケでも始まったんかと思われるぞ。ということで長時間撮影で疲れてガーネット姫がボケ始めたので、今回はこの辺で終わっておきましょうか。次回はこの山を下った先にあるダリの村から続きをやっていきましょう。水曜日のゲーム実況動画は毎週19時、そして月曜は不定期でしていきたいと思っていますので、チャンネル登録、通知ボタンを押して応援していただけると嬉しいです。また、マイティ初の著書、リスタート、ゼロからのレベル上げも Amazon、楽天ブックスまたは書店の方で好評発売中ですので、よろしければ概要欄の上部にある Amazon、楽天リンクからご購入して楽しんでいただけると嬉しいです。次回以降物語が進むにつれて、どんどん敵のレベルが上がっていき、より初期装備でのクリアが難しくなってくるので、楽しみにしておいてください。それではガーネット姫。とりあえず自分の名前がわからなくなるほど錯乱されているので、2章始まるまでゆっくりと休んでおいてください。なんと、マイティ初エッセイ本、リスタート、ゼロからのレベル上げが、紀ノ国屋書店、大手町ビル店にて、堂々の週刊ランキング1位を獲得。名だたる書籍とともに名を連ねたのは本当に光栄ですね。また出版社書店ランキングの方でも、堂々の2位を獲得し、結果大成功。出版社ランキングでは、Amazon で7位、書店で2位、紀ノ国屋書店大手町で週刊ランキング1位となっております。ゲーム系のゆっくり動画では前人未到の快挙かと。皆さん、本当に応援感謝いたします。本を一部抜粋すると、設定上、倒せないはずのボスを無理やり倒してみる。本当に好きなものならいくらでも頑張れる。現在販売を Amazon と楽天ブックスの方で受け付けております。以上のように概要欄の一番上にリンクを貼っており、こんな感じにリンク先でご購入いただけます。書店の方でも売れていますので、購入していただけると嬉しいです。